今回はホークスがドンクモリの世界線が見たいに対する読者の反応を紹介します。それではどうぞ。エンデバーの雲が背ばっか見るけど、俺はホークスがドンクモリなのが見たいよ。本編中でドンクモリだった気がするんですが、これ以上お辛いことはいっぱいあったんだけど、ホークスメンタル強すぎなんだ。幼少の頃から悟ってしまってるからな。ホークスが常闇くんに連絡しないのは、トゥワイス殺害後の現場を直に見られた後ろめたさもあるんだろなって。常闇くんは薄汚くなどないぞって言ってくれたけど、気絶してたから本人聞いてない。もう逆にホークス本人や周囲を傷つけるよりかは、常闇くんに心からの優しい言葉をかけさせ続けた方がホークスは折れて戦えなくなりそう。今まで我慢した分決壊しそう。エンデバーか常闇くん死んだら曇ると思う。ホークス思考は比較的一般性癖。はい、ホークスは死ぬまで頑張り続けそう。ホークスの曇りなんて一瞬真顔になった後笑顔に切り替わる気しかしねえ。これが公安メンタルか。聞こえてますか、ナガン先輩。ナガン先輩は過去回想の顔や服装見る限り普通の家庭で育ってそうだし、サイドキックたちとも割とドライな感じするしな。ここ見てこいつ死ぬまで我慢するタイプだなって思った。吹き出しが震えてる。震え声かこれ。喉焼かれたばっかだった気が。悟りすぎて22歳の精神じゃねえよこいつ。まあ22歳でナンバー2ヒーローになるような男だし、今後年重ねていってますますメンタル強者になる気しかしないよ。ヒーローが暇を持て余す世界を実現するも、公安で依然と変わらない仕事を続けるホークス。切り替えができても辛くないわけじゃないだろうし、ちゃんとガス抜きできてるか心配なところはある。常闇くんと再会した時とかにちょっとでも肩の荷下ろしてくれればいいんだけど。しれっとやってたけど、大勢の人が見てて自分よりずっと長くヒーローやってきた人間も見てる前で、自分が幼い頃から最前線に立ってる憧れのヒーローが不本意な形とはいえ、ようやく日本一になった瞬間に葉っぱをかけられるのもなかなか。オールマイトとナイトアイのように常闇くんの連絡を無視した状態のまま、常闇くんが死んだりしたらめちゃくちゃ後悔しそうなので早く電話出てあげて。めちゃくちゃ憧れだったエンデバーの家庭事情ぶっ破されてショックだったろうに、そこで意気消沈とかもせず切り替えて今後のために動けるところもメンタル強者。それでも俺はホークス雲がせを諦めない。さらなる高みへプラスウルトラだ。ぶっちゃけあんまり弱点ねえぞ。エンデバーをどうするかが鍵だな。どうすればホークスを曇らすことができるのか、その謎を解明するため、我々調査隊はエンデバー精神夜な界隈へと向かったー。ホークスのメンタルが強靭すぎてエンデバーに被害いくのくさ。ホークスが一番曇った顔したのはやっぱりダビに正体バラされた瞬間なんだよな。あの絶望からよくほとんどインターバルなしに立ち上がったよ。なんとなくダビにとどめを刺すのはホークスなんじゃないかと思ってる。いや、それは実定だろ。まあホークスは決定的な言葉を言いそうだけど、エンデバーが死んだ場合、最後までエンデバーの意志を継いで戦い続けるんだろうな。そして全てが終わった後、気が抜けたみたいになって廃人とかしそう。ホークスかばって常闇くんが大怪我とかしたらさすがにしばらく曇りそう。ダビから逃げる時に常闇くんが亡くなってたり、欠損レベルの大怪我を負ったら曇ってたのかな。まだ残ってるならあの人形をボロ切れにするか。思いつくんじゃなかった自分で辛い。それはちょっと本当にかわいそうで抜けない。でも幼い頃から憧れのヒーローの人形だけを心の支えに、どんな厳しい訓練や仕事にも耐えていたホークスを思うと、なんていうかその下品なんですが、ふ。本物のエンデバーともお近づきになれたし、今さらこんな人形くらいってモノローグしてるのに、そこで何かの限界を迎えて残骸を握りしめたまま動けなくなっちゃう心の栄養失調時ホークスいいよね。脳無に改造されたエンデバーを自らの手で葬る。エンデバーか常闇くんをどうにかしたらだいぶ曇りそう。常闇くんかエンデバーのネトラレビデオレターを送ろう。いややっぱり常闇くんはかわいそうだからやめよう。エンデバーは行くて常闇くんはダメという風潮。だって学生だしかわいそうじゃん。まだ子供だし。やっぱどっちかを助けてどっちかを見捨てるとかの究極の選択じゃない？片方死人でもう片方を常闇くんかエンデバーにしてさ。あの二人基本高速無効黒影、炎で燃やせば大概どうにかなるだし、普通にめっちゃ強いからまずその状況に持ち込む難易度が高すぎる。どっかに触れるだけで拘束できるような個性の人がいればな。ミスターコンプレスは退場しました。そう考えるとコンプレスはそこで確保できてよかったなマジで。ホークス泣くことあるのかな。子供時代のあの境遇ですら耐えてたからすげえ我慢強そう。泣き顔みたい。家庭環境はクソだし憧れのヒーローは子供虐待するわ、スパイしなきゃならないわで曇るポイント多いのに、本人が鋼の精神で復活してくるからな。鉄の心すぎる。まさに不死鳥。どんなにすり減っても死ぬまで戦えるヒーローだと思うので、やはりバブミを感じておやらせるしかない。バブミ、おっぱい、
やはりエンデバー。エンデバーはいい加減家族の元に返してあげてください。ホークスはどこに帰ればいいんだっけ？そりゃ常闇ママに体内回帰読みちゃー。常闇くんに連絡しないのが、本当に依存しかねないからだったら笑うし笑った後に頭抱えてしまうわ。ホークスにとって常闇くんは鳥仲間とコママンになるのか、という流れなんだろこれ。少年をママにしようとするのはおじさんどうかと思うよ。ドワイス殺したのがずっと鳥みたいに刺さってて、必死に保ってたメンタルがどっかで一気に崩れるようなことがあったらいいな。今まで大丈夫だったわ、これからも大丈夫ではないもんな。ふっと揺らいだ時が怖そう。ホークス頼むから一人でいようとしないでくれ。ホークス助けてくれてありがとうって言った瞬間ヴィランに殺されたい。ホークスの歪んだ表情を見ながら死にたい。なるほど、そういう曇らせ方もいいな。実のお母さんがいなくなってたあたりで、誰かに保護されていて、それを知った周りがホークスに会いに行くように進め、お互いぎこちないながらも少しずつ和解していく、と思わせて実はヴィラン連合に利用されてたお母さんに殺されそうになる、的な想像はしたことがある。正直見たいか見たくないかで言ったら、もう身も心も羽もボロボロのホークスが自分より小さくて細っこい常闇くんに支えられている絵は見たいよ。158センチの低身長かつプロフィールで腕がやや細いと明言されている常闇くん好き。初期は細い感じしたけど、オールマイトに言われたからか最近は本体も鍛えられてる感じあって、それこそホークス救出の時とか常闇くんがっしりしたなぁと思った。パンプアップは確実にできてるはず。ひらめいた。172センチで体重もそこそこあるだろう。ホークスを毎日抱えて世話すれば、常闇くんもっとパンプアップできるよ。すまない。自分一人ではもう何もできなくなったホークスが見たいだけだった。そのうち背の高さも体重もホークスを追い越してしまった常闇くんと、空っぽで無力感に苛まれるホークスが見られるわけか。そそるぜ。幼児対抗ホークス来た。少年をママにしようとするのはおじさんも悪くないと思い始めてきたよ。まだにちゃるな、まだホークスには失えるものがある。もう飛べず戦えず笑って見せることもできず、誰かに助けを求めるしかなくなるまで曇らせるんだ。早く常闇くんに連絡してあげてほしい。しないと常闇くんに何かあった時死ぬほど後悔するだろホークス。この人は最後の一人になっても折れず戦ってそうだからな。でもどんなに曇っても絶対俺はしないんだろうな。ゾゴー、オラ世代頼む。トガちゃんあたりにジンくんは人間じゃなかったんですかって問い詰められたらかなりいい表情しそうだと思う。いつもニコニコしてるし、ファンサも欠かさないし、面倒見もいいのに、その手は血にまみれてるんだと思うと興奮する。でも本人は割り切ってるのが最高にたまらないよ。ホークス早く俺のために曇ってくれ。いざヒーローが暇を持て余す社会になったらなんだか困ってしまいそうな気がする。平和で穏やかな日々を本当に享受できるのだろうか。ヒーローが暇を持て余す世の中にしたいと言いつつ、そのヒーローの中に自分が含まれてなさそうなのが。ドワイス殺した時もエンデバーを騙すような形でハイエンドと戦わせた時も、割り切れてたのに家族のことになるとちょっと憂鬱そうというか、マイナスな感情が見えるのたまらなくいいね。覚悟決まりすぎてるのもあって、親しいとこが死んでも次どうするかにすぐに思考が行きそうなのが曇らせ難易度を高くしている。どっちかというとそういう親しい関係を極力避けることで割り切りやすいようにしてきたんじゃねえかな。その中で数少ない例外がエンデと常闇くんだと思う。特に常闇くんは電話無視してるあたり内心で相当重い感情を向けてそう。常闇くんには負けるかもだけど、デクとも仲がちょっとは深まってるだろうから多少負い目があるといいな。オールフォーワンとかしがらきとかいろいろ終わったら誰にも何も言わずにフラッと姿消しそう。両親のいまいちパッとしない個性が噛み合った結果の強欲とかいう、強欲な割と何でもできちゃう個性を持ってお辛い任務頑張ってる業も深い。要素が詰まりすぎてて興奮しちゃう。あんな愛情はもちろん父性も母性も与えられなかった幼少期を過ごして、よく強メンタルになれたもんだ。常闇くんみたいな将来有望な子供と何度も死別し、どんなに努力してもヒーローが暇を持て余す世界にならず、年でヒーロー引退せざるを得ない時心折れるかもしれない。ワーカーホリック気味だし、仕事抜いたら何も残らなそうだし、人間関係浅く広くな感じだし、良い社会にできなかった責任感じそうだし、こんないい人間が曇る世界ダメだよ。やっぱエンデバーでキャキャしよう。すごくしっくりくる。時間かかるけど確実に曇る展開。ところで最後エンデバーとじゃなくてエンデバーでキャッキャするのか。ホークス曇らせようとするとどうしても常闇くんとエンデバーに被害いくのが。やっぱり常闇くんにホークスをかばわせた上で復帰不可能レベルの大怪我させて、本人に俺が勝手にやったことだしが気に病む必要はないって、フォローさせるくらいがちょうどいい具合なんかね。これで答えが出た気がする。だがしかしね、ちっこい曇らせ民はまだまだ君たちの曇らせアイデアを待っているよ。
福岡でのごめんなさいエンデバーさんはそれなりにギリギリそうな顔だったな。翌日には切り替えてるところがさすがだけど、超合金メンタルだからこそ折れるとこが見てみたいな。何の人間なら心折れそうなことを子供の頃から大概経験してるっぽいからな。今からへし折るにはホークスがまだ経験していない雲らせしかなさそう。そうなると親しい人を失う以外には思いつかんのだよな。もう雲らせじゃなくてもいいしょんぼりしてくれホークス。寿司アンルーレットでわさび大量に入ったし食って泣いてくれホークス。ポテトチップスの袋開けようとしたら失敗してポテチが散乱して曇ってくれホークス。曇らせってなんだっけ。あんなに俺はひどいことされたからひどいことしていいんだとも取られる行動してるダビよりよっぽどひどい家庭環境だと思うんだよな。ダビとホークスの対立子。幼少期散々親に曇らされたからメンタル鋼になっちゃったのかな。もうこの際好きな焼き鳥屋が休業してて落ち込むとかでもいいよ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。よろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画で。